はいおはようございますこんにちはこんばんはサンロードの花園ですえそれでは2023年の5月の14日ですねポッドキャスト始めていこうと思いますにしても昼はめっちゃ暑いですよねね今日27度の予想になっておりましたけども何度まで上がったんかなもっと上がったんじゃないって感じですけどもねもう本当5月にしてはめっちゃ暑いですよね おー今年の夏はどんだけ暑くなるんだって感じもしますけどもねねでほんとね寒くなったり暑くなったりとかねちょっと気温差がねありまして気温も激しいんでねまあ体調管理だけはね本当気をつけていただければと思いますでこれから心配になってくるのがやっぱ熱中症ですよねね暑いんでねもう 水分はですね、本当、適宜に取っていただければと思います。ね、室内にいるから大丈夫って思ったらダメですよ。室内でもね、結構、水分ね。 体内から体体体外体体内,か体内からね出ていきますのでねエアコンとかつけててもねほんと適度なですね水分補給は必要となってまいりますのでねもう水分補給だけはね気をつけていただければと思います。ね水分もね一気に飲んだらダメですよ、ほんとねもうちょびちょびってずーっとずーっとねて感じでねもうほんとね 少しずつ飲んでいいいいただくのがいいかと思います、ね、一気に飲んでもねあのダメですし逆に体液が薄まってねその体調不良を起こしたりしますんでねもう本当一気に飲まずにですねちょっと適宜飲んでいただければと思います。 ね、これからね、いろいろ蛍光放水液とかね、まあ、徐々に、ね、商品棚増えてきて、今でも増えてますけども、ね、あれもですね、普段の熱中症対策には、麦茶がおすすめですね、普段のね、普段の熱中症対策は麦茶がおすすめですし、ね、スポーツされる方はスポーツドリンク、ね、やっぱりスポーツドリンク、おすすめですよ。 ねあれ電解質もねミネラル分も含まれておりまして最近アクエリスあ最近コカ・コーラからですねアクエリアスのね糖分が入ってないタイプ出ておりますしねなんでね結構スポーツされる方はスポーツドリンクがやっぱいいのかなーって感じですねあと、かなり汗かかれた方はですねああいう味の素のアクアソリタとかね ソルティーライチとか、その辺がね、おすすめかと思いますね、塩も入っておりますけれどもね、やっぱりミネラル分、ミネラル分も含まれておりますのでね、本当、水飲んだらね、その体液が薄まりまして、体の中のミネラル分の濃度も下がりますんでね、本当、余計ですねあの、体調悪く崩したりしますんでね、もう本当、そういう、ね、経口補水液とか、スポーツドリンク系がおすすめですね。 もうかなりひどい時に OS1 って感じですね。OS1 は、ね、もうほんと普段しょっちゅう飲むものじゃないです。あれはね、もう本当、塩分濃度がかなり高めとなっておりますので。っていうか、ね、あれがね、まあ目安にもなるんですよね、OS1、ね。飲んだ時にねまずいって思った時はねその、まだ大丈夫、<laughs> まだ大丈夫っていうのもありますけどもね、ねその OS1 飲むほどのレベルじゃないって感じ。 なんですよねでその OS1 が美味しいって思った時はねもうかなりやばいやばいかなりやばいのかなねほんとその辺だけ状況が進んでるような感じなんでね、まあ、一つの目安にもなることはなるんですけどもねほんと結構塩分濃度高めなんでね,ねどうしてもねあの 汗かくとそのミネラルも一緒にで汗と一緒に出てまいりますので、ね、ミネラルの補給も、ね、必要となってまいります。水分だけじゃなくて、ね、そういう補給も必要となってまい,すななってまいりますので、ね、ちょっと噛んでました。か <laughs> みましたけれども。で、やっぱりお茶とか、ね、コーヒー類はだめですよ。水分補給にはなりませんので、カフェインが、ね、含まれている飲料関係はこれ水分補給には向きません。逆に、ね、そのカフェインの作用でちょっとおしっこがね、 出やすすくなりますんでね逆,逆にっていうかね本当、そういうカフェインが入っている飲料系はですね熱中症対策にはなりませんのでお茶とかコーヒーはね,ねちょっと熱中症対策には向きませんのでねそういう時で飲むときは控えていただければと思います、ね、熱中症対策にはふ、まあ、普段は麦茶って感じでね本当麦茶おすすめですよで麦茶もですねあのねあの 自分のところで作られるかと思いますけども麦茶ね、あれ作られましたらできるだけその日のうちに、ね、お飲みいただくのをおすすめいたしますよ。ね、この麦茶ですけどもカテキンなどの、ね、殺菌作用が入ってないんですよね。まあ、水道水で水出し、ね、水道水にはそのカルキとか入塩素系入カルキ入ってますんでねそれでまあ殺菌作用がありますんで水出しだったらね、まあ、大丈夫かなって感じもしますけども。 あの煮出すタイプねあの沸騰でもうそういう成分が飛んでしまいますんでねもうほんとそういうね殺菌作用の成分が入ってませんのでまあ簡単に言うと腐れやすい傾向にもございますのでねもうほんと麦茶はですねえ作られましたらできるだけその日のうちにお飲みいただくのをおすすめいたしますよ。 ということで、本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。